はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、バイクのね、ブレーキオイル、これがね、まあ、僕乗ってから1年半くらいなんですけど、だいたい2年くらい目処に、交換ということなんで、それをね、自分でやってみようと思います。で、ブレーキオイルのね、交換の方なんですけど、今回はね、これ、ストレートさんの、一人でね、ブレーキ、オイルの交換が、まあ、簡単にできる、アイテムをね使ってやろうと思います。まあ、どういうものかというと、途中にね、逆流の、防止弁、なんて言ったらいいかな、逆流しない弁がついてて、要するにエアーとか、ちゃんとやったらエアーとか噛みにくい、っていうね、製品になってます。とりあえずね、ちょっとこれを開けてみようと思います。はい、とりあえず外箱こんな感じです。まあもう、なんていうか、シンプルで、ここで使い方がね、書いてくれてます。ちょっと開けてみますね。だからなんていうか、そのホースの間にその、さっき言ってた逆流防止弁がついてて、あとはなんていうか、廃油ね、廃油を受ける、タンク。もう全くね、説明書とかは外箱に書いてるだけのもので、こういう風なものが入ってます。これがタンクね。で、そこからコードがついてて、これが、要するに逆流しないようにね、弁がついてます。で、これをね、要するにブレーキオイル、まあ、ブレーキのとこですけど、そこへこう取り付けるというような感じの仕様になってます。じゃあやってみましょう。はい、どうも。オイルがこんな感じ。色までわかるかな？ちょっとね、黄色くなってきてるんですよ。ちょっと周りが、どうかな、オズモアクションで色合いまで見えるかな、ピントが合ってるかどうかもちょっといまいちですけど、まあちょっと黄色くなってます。で、抜くのがここ。これね。これから抜きます。よいしょ。キャップがついてるんで、それを抜いて、こいつね。で、ここにね、こういうふうなレンチでもいいんですけど、まあ、ちょっとつけたまんまにするんで、メガネの方が、操作はしやすいですね。こういう感じになります。それに、さっきのこのボトルね。まあ、これもどっかにかけれるとこがあったら、これ下じゃないとダメか。ね、こんな感じで置いといて、こいつをね、この先っぽがちゃんとつくんかな。これをね、ここの穴につけてあげます。ちょっと今、なんていうか、ちょっと片手では無理なんで、まあ、この穴にここをね、カチッとくっつける感じになります。ちょっとこのゴム抜いた方がいいかもしれないね。これね、一回。その方が奥まで いけるかな。まあ、こんな感じで。こういう感じでセットしていきます。はい、どうも。チューブちゃんとカチッと貼りましたね。やっぱりこの、この蓋のゴムね、完全に抜いた方が良かったみたいです。こんな感じね。で、逆流防止弁がついてて、こういう風になって、で、こいつの中に、入っていくっていう感じです。ね。で、これも緩めたらね、すぐ出てきちゃうんで、ブレーキ液がね、廃油が。あ、っていうか、上を開けないとダメです。ここ。これね。こいつを、これちょっとね、結構、ネジね、舐めやすいんで、ちょっとこのドライブレコーダーのコード邪魔だな。で、ブレーキ液自体がちょっと有害、触ったりしても、塗装とかね、そのままほっといたら溶けるんで、僕はね、もうやった後はね、水洗いします。バイク全体をね、どこ飛んでるかわからないんで。まあ最低限でもこのね、ブレーキのあたりだけでも、水で洗ってあげた方がいいと思います。で、オイルはここに、これも注意書き書いてます。僕の場合はドットフォーね。だいたい国産はドットフォーだと思うんですけど。結構汚れてますか？ね。で、今ね、これ外したんですけど、ここにゴムの部品もついてるんですよ。ね。この、なんていうか、プラスチックかな、これ。で、このゴムの部品とかはちょっと洗っといた方がいいと思うんで、水洗いしましょう。とりあえずね。はい。じゃあ、ちょっと水洗いしていきます。
はい、どうも。今、これ洗ってきました。これね。で、作業してる間ちょっと乾かしときますよ。で、まあ、ここへね、ちょっとタオルも引いてますけど、ここを緩めたらね、ブレーキ液出てくるとこなんで、一応ね、引いてます。でも最終的にはね、水かけて洗うようにしてください。ブレーキ液ついちゃったらね、塗装が剥げちゃうんです。で、ここをね、まず緩めてあげます。多分ね、大丈夫かな。こんなもんで。うん。で、ブレーキをね、ぐっと握ります。ブレーキを。ちょっと上で握りますよ。で、上で握るとね、これ今、ブレーキ液が出てきてるの分かるかな。ちょっと、こんな、ここ見といてくださいね。握りますよ。ぎゅっと握るとね、ほら、ブレーキ液出てきてるの分かります？で、上見てるとね、ブレーキ液握りますよ。減ってくるんですよ、こうやって。ほら、減ってきてるの分かりますかね。で、これが完全になくなっちゃうと困るので、もうちょっといったらね、上から継ぎ足しをします。よし、このくらいでちょっと継ぎ足しをしましょう。で、今回はね、ワコーズさんのドットフォーオイル、ね、ブレーキフルードの方を、入れていこうと思います。ちょっと蓋開けたりしますね。はい、どうも。とりあえずね、うまくいってるみたいです。特に漏れもなくね、うまくいってるみたいです。こうね、コード。まだここまでいってないですよね。で、ここで弁がついてるんで、この上エア入ってないのわかります？エア噛んでないでしょ。これがこの弁がついてないとちょっと大変なんですよね。で、今回の場合、普通だったらブレーキをグッと握って、で、このやつをちょっと一回締めて、なんていうかな、エア噛まないようにするんですけど、今回これがついてるから、もうこれ、ここはね、緩めたら緩めっぱなしでね、できるっていうね、これがいいとこですよね。このストレートさんのこのアイテムね、弁がついてるやつのいいところ。すごく交換が楽です。で、オイルを足します。で、新品のオイルは白いんでね、透明です。だから、この黄色くなってるのはもう古いオイルね。で、またこうやって握っていくわけですね、こうやって。で、エア噛んだらダメなんで、そこに行く前に、止めます。まあ、これを繰り返していきますね。ちょっと作業やります。はい、どうも。上にずっとオイルを補充してってね。ここもだいぶ白くなりましたよね。色味わかるかな？ちょっとわかりにくいかもしれないけど。で、ずっといて、このホースね。ここがもう色が白いと思うんですよ。ね。ここから白いのが出てきたら、一応、まあ、ここら辺ちょっと黄色いのわかるかな？ね。わかるかな？ね。だから、とりあえず色がだいぶ白くなってきたらもうそれで終わりで、構わないです。で、最終的に、こいつをね、締めてあげて、ね、終わりということです。オイルちょっと多いな。ちょっと多い。で、これでこうやってちょっと緩めて、さっきと同じくらいのね、量にしておきましょう。まあ、このくらいかな。ね。はい。ということで、こう、締めて、ね。で、あとはもう抜いて、後の片付けしていきますね。まあ。で、あと、なんていうか、ブレーキ液は水吸うとね、ダメなんで、そこら辺だけね、このパッキンの方だけしっかりね、ちゃんと締めてください。あと、ここ、ネジね、ちょっと、結構締めすぎると舐め、ネジが舐めちゃいやすいんで、そこら辺も気をつけてね、ちょっと作業の方をしてみてください。ということで、まあ僕のメンテナンスの一つ、ブレーキ液の交換の方をやってみました。またね、僕はちょっとリアの方もね、こっちも同じように作業をしていこうと思いますけども。はい。まあそんな2個やる必要もないと思うんでね。ということで、そしたら、今日はこの辺で失礼します。さようなら。